そら豆栽培、種まき時期に注意することをご紹介していきます。そら豆の種まきは10月中旬から11月に始まります。そら豆は栽培時点に注意しないと失敗する原因になりますので要注意です。1つ目、肥料過多にしないようにしましょう。土壌の状態を肥料分が多くならないように調整してください。肥料が多いとつるごけやアブラムシの増加につながります。2つ目、周りのアブラムシを撃退しておきましょう。周りにアブラムシがいると発芽したそら豆に寄ってきます。要注意です。お歯黒を下にしてそら豆を少しこう斜めに差し込みます。植え穴に対して黒いお歯黒と言われる部分を下向きにします。でこのまんまもうちょっと差し込んでいただくという感じでいいですね。お歯黒を下にしたまんまで、この時にこの地表にお尻が軽く見える程度植え付ければ完了です。やってみてください。またね。